ドイツ王者のバイエルンは7月29日、日本ツアー2戦目で川崎フロンターレと国立競技場で対戦。1対0で勝利した。フォト、歴史的一戦に集結。川崎戦に駆けつけたバイエルンのサポーターを特集。この一戦で、ついにデビューを飾った韓国代表 DF キム・ミンジェを同僚のマタイスデリフトが絶賛した。韓国メディア、オセンが伝えている。 前半のみプレイしたキム・ミンジェについて、入れ替わりで後半から CB にプレイしたオランダ代表 DF は、ナポリからやってきた新戦力を公表している。キム・ミンジェのパフォーマンスを見たよ。彼はとても早く、攻撃的で1対1の競り合いに強い、デリフトは、キム・ミンジェは、3週間にわたる韓国の軍事基礎訓練に参加していたこともあって、母から6週間プレイしていなかった。 ほとんどの選手は長くプレーできないと大変だが、キム・ミンジェはとてもうまくやっていたよ、と続けている。オセは、キム・ミンジェは多少体が重く見えた。完璧なコンディションではないようで、パスや守備で何度かミスが出た。それでも格の違いを見せつけた、と伝えている。昨シーズンにナポリを33シーズンぶりのスクデットに導いた CB が、まずは上々のスターを切った。